キビパッチについての動画です。韓国で流行り始めたんですよね。ニキビパッチを貼ってニキビって治るんですか？そこなんですよ。ニキビパッチ自体にニキビを治す効果は、噂のカンナの取り替えです。松田です。今日はニキビパッチについての動画です。ニキビパッチ、皆さん貼ったことありますか？ニキビパッチはニキビができてしまった時にその上に貼るシール、テープのようなものです。最初は韓国で流行り始めたんですよね。それから、日本の若い子を中心にニキビパッチを貼る習慣が徐々に増えてきています。私の周りでも結構ニキビパッチ使ってる人多く見かけます。でもニキビパッチを貼ってニキビって治るんですか？そこなんですよ。やっぱ疑問じゃないですか。ニキビパッチ貼ってニキビは治るのか。もちろんニキビパッチを貼ったことでニキビが治ったって言われる人も中にはいます。ただニキビパッチでニキビが治るとは言い切れないですね。というのもいろいろなニキビパッチがありますよね。でこのニキビパッチに共通しているのはハイドロコロイドなんです。ハイドロコロイドが有名なのはキズパワーパッドです。使ったことありますか？あります。怪我するとお世話になってましたね。あれ綺麗に治るじゃないですか。キズパワーパッドはハイドロコロイド素材の絆創膏なんです。でなんで綺麗に治るかっていうところなんですけど、ハイドロコロイドは傷口から出る体液を吸収し保持してくれます。そして傷口を乾燥から防ぎ保護してくれる役割があるので綺麗に傷が治っていくというわけです。これと同じ成分がニキビパッチには使われている。なのでニキビに有効的な成分が入っているのではないんですよ。そもそもですね、キズパワーパッドの禁忌事項とか注意事項を見ていただくと、ニキビにハイドロコロイドで密閉するべきではないと記載があるんです。また日本ではニキビパッチでニキビが治りますというエビデンスもありません。そもそもニキビができてしまったら何もしない、触らないが一番です。なので現在ニキビができてニキビパッチを貼る習慣がある方は貼らなくてもいいということを覚えておいてください。あまりテープの粘着力が強いと逆に剥がすときに皮膚の角質も一緒に剥がれたりして、いろんな肌のトラブル、デメリットが起きることの方が多いので私たちはあまりおすすめしません。ですがニキビパッチにもいいところはあります。本来は何も塗らない、触らないがいいんですけど、仕事柄お化粧を毎日しないといけないだったり、目立つところにできてしまってどうしても隠したいっていう方もいらっしゃいますよね。やっぱりデートの前日とかにできちゃったらいつでも隠したいですよね。隠したいがゆえにもういろ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 触ったり厚塗りとかしてしまって、でこのニキビを隠そうとお化粧をしてしまうとさらにニキビが治りづらくなったり悪化してしまうんです。ですがニキビパッチを貼ってその上からお化粧をすれば直接的にニキビに触れることはないので、どうしてもお化粧をしないといけない時はありがたいですね。また気になってしまうので無意識に触ることもないのでとてもいいですよね。やっぱりあると気になって触っちゃいますもんね。私がやっぱりニキビができた時に一番おすすめするのは美容針です。っていうのも美容針灸はできてしまったニキビだけではなく、その人のニキビの原因を追求して体の中から土台を変えていくんですね。今あるニキビをきれいに治すのはもちろん、ニキビが今後できにくい肌作りも一緒にすることが可能になります。また今できているニキビの下に直接ニキビ専用の針を入れて血流を増やしてターンオーバーを正常化していくので、ニキビが早く後にならずに綺麗に治っていきます。ニキビができると市販の薬をこうずっと塗っていたりとか、逆にこう潰してしまったりとか、ニキビパッチを使ったり自分でケアされることが多いかと思います。ただ間違ったケアをしているとニキビ跡になって10年20年残ってしまうということもあります。今現在ニキビですごく悩まれている方がいましたら一度美容針灸を受けてみられてください。びっくりするぐらい肌が綺麗になる。最近おでこに新しい大きいニキビができてましたよね。そうなんですよ。何日前ぐらいですかね。1週間ぐらい前、できました。じゃあ綺麗に治ってますね。そうなんですよ。私ももともとすごいニキビ肌で悩んでいたんですけど、しっかり体の治療と顔の治療をすることで今ではこうニキビに悩むことはないんですよ。ちょっとした寝不足とか食生活、ジャンクフードをこう食べてしまったとかで急にこうニキビが一個ポツッとできることは今でもあります。ただできてしまっても一回ピッて針を打つだけでもう土台がしっかりできているので、その後綺麗に2日かからないぐらいで治っていくんですよ。一回ちゃんと体の状態を整えておくと、その後ニキビができても全然治りが早かったり綺麗に治っていったりするので、一度体の状態を綺麗に整えておくということはすごくおすすめです。鼻
話がちょっと逸れてしまいましたね。話を戻すと、ニキビパッチ自体にニキビを治す効果はありませんので、安易にニキビパッチをたくさん貼ってしまうっていうのはやめましょう。それでもどうしても貼りたいよって言われる方は貼ってもらって大丈夫です。これからも様々な情報を配信していきますので、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画で。その上に入るシールのことになります。その上に入るにその上に貼るテープ、シールのような何貼るすごいじゃないですか。貼る貼るって言ってるからごめんなさい、はい、やっぱりデートの前やっぱりデートの前日とかにできちゃったら意地でも隠したいですよね、うん。